1705年のバン・アムステルダムでの再版の表紙、トリオ・ソナダ州、作品1はアントニオ・ビバルディ作曲による最初の出版作品。1703年頃までにベネツィアの出版社、ジュゼッペ・サーラから出版され、ブレジア出身の貴族アンニー・バレガンバラ伯爵へ検定された。曲集は、その後1705年にサーラ社から、 1712年から1713年にアムステルダムのエティエン・ヌ・ロジェ社から1715年にパリのルクレール社から再販された。作品1、トリオ・ソナタ州は、ビバルディの最初の出版作品集で、父・ジョバン・ニ・バッティスタ・ビバルディと同じブレシア出身の小貴族、アンニー・バレ・ガンバラ伯爵に検定されている。現存する楽譜は1705年出版のもののみで、 表紙に記されたビバルディの称号がバイオリンの音楽家にしてベネトの師範となっており、これはピエタインの音楽教師としての肩書きと同一のものとみなされ、従来はこの番が初版と考えられてきた。しかしその後、マイケル・トールボットがビバルディがピエタに所属していることが記されていないことと初版で記載されているはずの頑張ら白尺の紋章が存在しないことを指摘し、 この曲集の出版はビバルディがピエタの音楽教師となる1703年か、それ以前のものと考えられるようになった。トリオ・ソナタは、その形式をアルカンジェロ・コレッリによって確立されて、以後権威化され、この形式を作曲することが、作曲家の能力を示すものとなっていた。したがって、コレッリー語は、ジュゼッペ・トレッリ、ジョルジョ・ジェンティーリ、アントニオ・カルダーラ、 トマゾ・アルビノーニといった作曲家が初作品集にこのトリオ・ソナタを出版しており、新人作曲家にとっての登竜門としての役割も担っていた。ビバルディが作品1にトリオ・ソナタを作曲した理由にもこれが背景として存在し、また曲集が再版されたことはビバルディがベネツヤアの一人前の作曲家として認められたと意味している。 トリオ・ソナタの通奏低音の伴奏パートは、従来の解釈では、ビオローネとチェンバロの両方を用いると解釈され、それを裏付けるようにアムステルダムでの作品1の、再版では、重複するバスパートのパートフが存在している。しかしその後の研究で、伴奏楽器を2つ用いるのは、アルプス以北での演奏習慣であり、現在ではイタリアにおいては、弦楽器かチェンバロのどちらか一方のみが、 選択されるべきであったと解釈されている。表題は、二つのバイオリンとビオローネ、または、チェンバロのための賛成の室内ソナタと記されており、部曲楽章で構成された三内四楽章のソナタとなっている。この曲集は、ビバルディの出版作の中で唯一未成熟な部分が見られるのが特徴で、これ、理の手法に忠実になろうとするあまり自身の、 発想との折り合いがつけられず、楽曲の構成にバランスを書く部分が見受けられる。前半6曲には特にその傾向が見られるが、逆に後半の6曲は、ビバルディの個性が十分に発揮されたものが多く、ビバルディの作曲技術の向上を見て取ることができる。曲集の12曲目は、スペインの部曲、ホリアを表題に持つ一楽章の部曲で、 前奏に続いて20曲の変奏から成り立っている。この曲は1700年に出版されたコレッリの作品5、バイオリン・ソナタ集の12曲目、ラフオリアと同じ表題であり、明確にコレッリの曲を意識して作曲されている。ビバルディはソロバイオリンのためのコレッリのラフオリアを2つのバイオリンのためのソナタとして作曲しており、 これリのバイオリン曲の作曲技法を完全に自分のものとしていることがわかる。ありがとうございます。